高齢化が進む現代、静岡市では高齢者が安心して住めるまちづくりを進めています。その一つが地域包括支援センターマルケアです。地域包括支援センターは高齢者の皆様が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活していただけるよう、保健師、社会福祉士など専門職員がチームで総合的に対応する相談窓口として設置されています。平成30年度からは地域の皆さんに気軽に利用していただけるよう愛称マルケアをつけました。地域で暮らす高齢者の皆さんを介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に丸ごと支援するという意味が込められています。また平成30年度からはよりきめ細やかな対応ができるよう地域包括支援センターを5カ所新たに設置しました。その一つ、マルケア天馬町横内です。実際にはどんな相談が寄せられているのでしょうか。介護保険の相談がやはり多く占めております。それから、介護保険以外ですと、近隣の方から、高齢者一人暮らしで心配だよとか、あとは民生委員さんですね、民生委員さんから、同じように一人暮らしだったり、高齢者二人暮らしだったりとかですね、そうしたことで心配の声が上がって、相談につながるというケースもあります。それからあとは、入院している方でお家に帰るにあたって、一人暮らしになるから心配だとか、病状的にお家で見ていくのは大変心配があるよということで病院から相談があることですとか、そういう医療に関わることですね、利便性はかなり増したんじゃないかなということと、あとこちらの音羽町の地域には介護の事業所とかですね、相談事業所というのがあまり多くなかったものですから、大変嬉しいよという声が聞かれております。より密に細かなところを見ていけるというところでは、より身近な相談機関ということで声はいただいております。今回は利用されている方にお話を伺うことができました。ご利用なさっていかがですか。ちょっとプロフェッショナルかなと思いますけど、きちきちと対応が早いというか、そういう何か期待するものはございますか。今回シニアサポーターもね、ちょっと早速持ってきていただいて取って、少しでもね人の役に立つってことができれば、ただお世話になるだけの高齢者よりね、ちょっと生きがいも持てるかなと思いますけどね。これから地域支援という格好で、本来地域包括支援センターが行うべき事業ですね、介護予防の事業ですとか、地域での方々と一緒に何かできる事業はないかということを探っていくような、地域ケア会議といった会議なんかを今後模索したりとか、今月からやっと地域包括支援センター本来の事業に取り組めているというような状況です。現在静岡市には29カ所の地域包括支援センターマルケアがあります。お近くのマルケアにご相談ください。